そいつはその思っていることを言えないなんて、それは臆病というものよね。何かおっしゃりたいんでしょ。僕はね、カツコさん、僕はあなたを愛していると言いたいんです。まあカツコさん、僕はとうとう生まれて初めての言葉を言ってしまいました。二十何年もの長い間誰も言わなかったこの言葉を。さあ今度はあなたの番です。返事を、ね、返事を聞かせてください。でも急にはっきりしたことなんか言えないことはないでしょ。たった一言で済むことなんですから。いいか、嫌いか。嫌い。え、どうしたら。ああ、やっぱりダメなんですか。ああ、僕はあら、いけないわ。地べたに座ってしまったりしゃ目がくらみそうです。頭が割れそうです。おバカさんね。カツコさん、